こんにちは。どうも、僕監督と申します。ワールドサッカーコレクション S、わさこれ、本日もやっていきたいと思います。僕監督ゲームチャンネルでは毎週水曜日15時ですね、わさこれ動画を配信しております。はい、それではね、やっていきたいと思います。はい、9月7日15時から16時メンテナンスを行いますということで、まあ現在やってるね、ユニオンカップのイベントが、まあ明日の15時までなんでね、まあそこで終わって、まあメンテが入る感じですかね。はい、ということで、まあとりあえずね、やっていきましょう。まあ今週もね、プレミアでの戦いが続いております。次回は VS ハイビスカスチームですね。なるほど。よっしゃ。まあ現在順位表はこんな感じ。ちょっと、やっぱり8位か。だいたいこの辺ですね。もう。はい。では行きましょう。あ、間違えた。ユニオン行っちゃった。はい。まあ今回のイベントね、ユニオンカップ、あんまりちょっと、参加できてないんですけどね。ユニオンにしか、ちょっと、ユニオンメダルみたいな集まってないんでね。まあそこまで。まあ、次のね、イベント、おそらく、これですね、ワサコレタワーがね、まあ、ブログの方ではね、書いたんですけれども、ワサコレタワーが来ると思うんですけども、ね、9月上旬なんでね、まあ、エクストラスキルの塔と、あとは何やったかな。あとは、これがレアリティの塔がね、結構、まあ、厳しいですよね。フォーメーション内に2017年の、NDG、SPG 選手または2016-17 の SPG 選手のみサブを含むということで、まあ一応ね、スカッと、まあフォーメーションは組めるんですけれどもね、かなり弱いフォーメーションになっちゃうのかな。まあエクストラスキルの塔はね、まあ楽勝やと思うんですけど、どれだったかな？フォーメーションか。一応ね、まあ組んでは見たんですけれどもね、かなり弱い。はい、これですね。まあ、普通にね、レベルがね、足りてない選手がいたりとかで、結構苦戦がね、予想されますね。まあ、ディフェンスラインは一応比較的、レベル70。まあ、これで果たして、ね、100回まで登れるのかっていうね、ちょっと、塔制覇できんのかなっていう、まあ、疑問はありますけれどもね。まあ、残りの時間ね、この選手たちの、まあ、育成にね、努めていきたいと思います。今日はね、ガチャ券を回していきたいと思います。毎度おなじみガチャ券。結構ね、まあ、微妙なガチャしかないんですけれどもね、頑張って、ここからね、大当たり出しましょう。まず、ジャパンガチャ券いきたいと思います。出した、まあ、このジャパンガチャ券って、どんな選手が出るのか。一応 NDS が最高だよね。はい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 。これバンバン行こう。とりあえず。はい。長木亮太選手。僕がね、NDS で出たときに、香川真司選手とね、勘違いして間違えた選手ですね。おい、全然あかんやんけ。そんなもんか、このジャパンガチャって。清武。はい。ジャパンガチャ券って結構微妙やな、やっぱり。さあ、ここは期待したい。バシバシいくわ。NDG。アンビリーバボー !OK。吉田麻也。結構コスト高いな、26っていうのは。よしよしよし。最先いいぞ。いよいよ NDS 蹴れるか蹴れるか蹴れるか蹴れない !NDG。倉田、シュウってやってるのかな。はい、ではまあまあまあ、コスト20以上のね、ガチャ行きましょう。どうしよう。まずは、普通のコスト20以上ガチャ券、こちら行きたいと思います。さあ、ここは期待したい。あったん。よし、バカ。誰やろ。ライアン・ショークロス。スティーレッドって言うと、ストークシティかな、うん、ストークシティやな、多分。はい。続いて、オータムコスト20以上ガチャ券いきたいと思います。ちょっとテンポいいっすね、かなり。ここは期待したい。テンポだけね。あ、簡単か。アンビリーバボー !NDG。チャドリー。シャドリーか。ナセル・シャドリー。ベルギーですね。おー、もうベルギー一応あれやからな。今回のイベントの特攻カードであるから。続いてコスト20以上 CLS ガチャ券いきたいと思います。そろそろやな。さあ、ここ CLS とか結構ね、相性いいからな。ひとや。あー、ラファエル。あー、コスト21。だいぶしょぼいな。はい、コスト22以上、スタンプガチャ券いきたいと思います。ラファエル言ったら昔、あれやな、万有追ってんの。ここは期待したい。お、これなかなかええんちゃう。
なんか熱いよな、微妙に。熱い熱い熱い。出るのか出るのか。必死ごやもんな。ウィリアン。ウィリアン微妙やったな。これ2回目やもんな、多分な。チェイシング封じ持ってるけど、みたいな。やっぱ星5はな。こんな感じや。はい、まあ、続いてミキサー行きましょうか。MDS とか蹴れる？蹴れたらええけど蹴れないな。いやー、ダメだな、これは。さすがに。え、どうやろう？行ったってもええけどな。とりあえず、CLS 行きたいと思います。1、2、3。これは？フォーメーは？このフォーメーション所持数1やから持っとかなあかんのか。あー、これは持っとかなあかんな。持っとこう。あえて。ケディラ、あ、蹴られへん。これは？このフォーメー完璧やな。行ったのか。これは、トーマス・パルティ。パルティ行こう。パルティってラカゼットあかんねん、使うねん、これ。いやー、どうしよう。ケディラ行く？もうええか、ケディラで。はい、行きまーす。ちょっともったいないけどね。さあ、ここは期待したい。いや、ちょっとね、もったいなかったかな、やっぱり。まあまあ、ええわ。使わんもん、ケディラ。きっと。きっと使わない。受け取っても仕方がない。それならば、ちょっとやばい、これは。ジェルミー・モレル。コスト20。せやん。きついな、今のは。星5ミキサー。はぁ、微妙。まあ、この辺やろな。うむ、行こう。行けるかな？微妙やな。さあ、ここは期待したい。でも、コスト、星5やもんな。出るのか出るのか。最後 MBS 引きましょうか、やっぱり。うん、ドラッグスラーよう来るな、やっぱり。もう2択のやつがね、星5はもうじゅんぐり回ってくる感じかな。さあ NDS 行こうか。選手枠というか、あれ開きますわ。フォーメね。ここおらんな。2はおったおった。このフォラントをね、まあ、NDS やけど、ここをね、開けたいと思います。どうしようかな。こうすりゃいいのか？一応ちょっと全部確認しとこう。3。うん、いける。4。4は俺、5。おっしゃ、行こう。反映します。はい、それでは行きましょう。ミキサーガチャ。NDS 行きたいと思います。いけるやろ、これ。な、1個、2個、3個、4個、5個、OK、行こうか。あとは、神経、折れへんな。よし、行きます。さあ、ラスト NDS ミキサー。ここで。さあ、ここは期待したい。ここで。行けよ。行った。ゼロ。おい、あ、絶対微妙。絶対微妙。1番やけどな。オランダの1番、ゴールキーパー。あー、イエローンズと、ホッソ29。やっぱり微妙やった。はい、ということで、まあ結構ね、一通り蹴ってったんですけれどもね、まあ残念ながら、まあ先発にね、食い込める選手、取ることができませんでした。はい、ということでね、まあ残念ですが、来週、おそらく、アサコレタワーのね、報酬。まあ、3頭制覇すれば、何件やったかな、あれ。また、SPS 券がね、もらえるんで、まあ、それをね、まあ、目指して、アサコレタワーね、次回のアサコレタワー頑張っていきたいと思います。まあ、予定ですけれどもね。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。